父の言葉に従い巫女を捨てる。それで良いのだな。はい、起きては絶対主よ、巫女を捨てまする。それでこそわしのせがれよ。これで我が波動もこれはこれは物騒なお客人じゃ。だが道元殿のご息女と争うては、今は亡きあのお方に申し訳が立たん。ほう、なかなかどうして。狼よ、そなたに任す。見事打ち破ってみせよ。御意。私はかつて修羅を見ました。あなたの中に同じものがいる。それを切らねばなりません。セキロよ、お主愛想はまるでないが、不思議と憎めぬやつじゃった。修羅に落ちる前に切ってやろう。待たせたの。だがこちらの守備も上々じゃ。しかし老いたりとはいえ、あの一心に勝るとは。さすがはわしのせがれじゃの。これで全て我が手の中よ。足名もナイフ殿もこの国ごと食らうてくれるわ。我武士右近じゃよ。
兵士、民草合わせて死者数千。生き残りはほとんどなし。アシナは戦国最も悲惨な殺戮の舞台となり、その地には後々まで鬼が潜んだという。どこじゃ狼。おそばにおります。竜の涙。生涯の忍びを、武士たちをお願いできますか。これはやはりあなたが持っていてください。また新しい忍びが力を求める時が来るでしょう。おそばにおります。竜の涙。最後の節を成敗いたす。人として生きてくだされ。
行かれるのですね。はい。私も人として懸命に生き、そして死のうと思います。我が忍びがそうしてくれたように。エマ殿にもお世話になりました。おそばにおります。竜の涙を。参りましょう、我が巫女。クロウ殿、今はどうか安らかに私の心にとどまってください。さようなら、みんな。私は行かねばなりません。我らの因果を断ち切るために。とても長い旅になります。それでも共に来てくださるのですか？はい。ありがとう、竜の忍びよ。クロウ殿も喜んでおります。参りましょう。西に神なる竜の故郷に。